おはようございます、京平です。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き RNR ツアーズの脇田良平さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こう前回の動画で RNR ツアーズ脇田さんが何をしてる人かっていうのを軽く聞いてったんで、まあ、もう少し深いところを今回聞いていきたいと思うんですけども。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、まず海外バンド日本に呼ぶっていう活動を主にしてると思うんですけども、はい、まあ、いろんな文化の違いだったりとか、まあ、言葉ももちろん違うので、はい、何が困ります？声が大きいんですよね、外国人って。声量とか。そうなんですよ。例えば、まあ、日本人の感覚として、はい、まあ、住宅街とか、はいはい、それこそライブハウスの前で、はい、っていうところであんまりこう大きい声で喋ったらちょっと大丈夫かなってなるじゃないですか。まあ、グローリーとか特に ね、住宅街なんでっていうのはいつも言ってるんですけど、はい、ただやっぱそれを言っても分かってくれないと。もう普通に喋る声が大きくて、それで何回も怒られたりとか、普通に警察呼ばれちゃったりとか。で、なんで分かんないのかなっていうところで、はい、僕もモヤモヤしてた部分があるんですけど、はい、やっぱり外国人と一緒にいると、はい、いかにこう日本が特殊な文化を持っていて、はいはい、特殊な国なのかっていうのをやっぱり最近すごく感じてて。どういうことですか？僕らが普通だと思ってることがもうあっちではやっぱりちょっと違うというか、はいはい、まあ、それこそ本当に文化が全く違うというか、で世界中ツアーしてるバンドと一緒に日本でツアーすることがあるんですけど、やっぱり日本は全然違うというか、うんうん、特殊だっていうことを言ってくるんですよね。はあはあ、で僕らがそれ言われても何がってやっぱ思うじゃないですか。でもやっぱ一緒にツアーしてるとそういうのが少しずつこう分かってくるというか、うんうん、それこそ困ったことにもつながってくるんですけど、うんうん、日本人が周りを気にしすぎるとかっていうそういう話ですかね？それこそ日本人っていうのはなんかこう、まあ、みんなと同じであるべきというか、はあ、はあ、あ、なるほど。例えば電車の中で誰も喋ってない状況で自分たち2人だけが大きい声で喋るっていうのはちょっと気が引けるじゃないですか。なるほど、なるほど、はい、あと例えば電車乗る前に何か食べ物を買ってそれを持って家に帰るっていう時にその匂いがちょっと気になったりっていう感覚ってあるじゃないですか。まあ、気になるし、匂いとかあったらなんやねんみたいなね。はい、なんでそんな持ってんだって思うじゃないですか。はいはい、でも彼らにとってはもうそれが普通だし、うんうんうん、自分が良ければいいっていう感覚があるというか、その感覚っていうのが日本にいると変な目で見られるっていうところにちょっとつながってる。なるほど、なるほど。特にそれは欧米の方がって感じですか？はい、アジアの他の国もそんな感じなんですか？そうですね。あ、そうなんだ。まあ、でもヨーロッパの人たちはあっちの独特な文化があるんだなっていうのは強く感じますね。なるほどね。あ、まあ、それを理解してもらうのが困る。そうですね。だし僕らがやっぱ説明しても分かり得ないことだったり、はいはいはい、まあ、僕らもあ違う文化の中で生きている人たちなんだっていうところで、うん、まあ、受け入れるしかないというか、うん、僕らは説明をするんですけど、あっちも自分たちのやりたいようにしたいというか、まあ、抑えられない部分もあるというか、うん、だからこう日本に来てるんだから日本のルールに従えっていうのはちょっとナンセンスなんじゃないかなっていうのはなんかちょっと思ってるんですね。なるほどね。まあ、それ結構困った第一位ぐらいですか？そうですね。文化の違いっていうのは、うん、全てを理解してもらわないといけないわけではないっていうところで、はいはい、文化を受け入れてもらって日本に溶け込ませるというよりかは、うん、僕ら迎える側として相手の文化を受け入れる。ああ、なるほど、なるほど。ところでそういう気持ちを持ってツアーすれば僕自身そんなに困らない。なるほど、はい、全部確かに理解してもらう必要はないですからね、日本の文化。日本のライブハウスとその海外のライブハウスの文化ってもちろん違うし、うん、ツアーしてる中でそこを乗り越えていく手助けを僕らはしないといけなくて、いろいろケアしないといけない部分っていうのは日本ツアーならではの一つのポイントというか、うんうん、注意しないといけない部分かなと思います。なるほど、ね。なんかもう一個ぐらいその具体的に困ったこととか聞きたいですね。そうですね、まあ、事件というか、ほう、一回あったのは、はい、まあ、飲みすぎちゃって、はい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 、喧嘩しちゃって警察来ちゃって。え、その日本人とですか？バンド同士なんですよ。メンバー内と。はい。ヨーロッパの人たちとお酒めちゃめちゃ強くて、はい、特にあのスコットランドのあたりの人たちとか全然違うんですよ、飲む量とか、はいはい、で特に僕らがすげえ飲むなって感じるのはオーストラリアの人たちなんですけど、朝ホテル迎えに行くと缶ビール持って二日酔いなんだよねって言いながら出てきたりとかするか、はい、それはバンドマンだからとかじゃなくて？じゃなくてですね、もうオーストラリア人がそういう人が多いってことですか？そのお酒を分解する能力も違うみたい。違いみたいですね、はい、日本人と。で日本だとやっぱり一杯でもダメじゃないですか、はい、飲んで運転するのに、はいはい、ただあっちは 2,3 杯飲んで運転したら OK なんです。え、法律的にですか？はい。え、マジっすか？はい。嘘。すごい運転しててもお酒勧められるんですよ。え、じゃあ飲酒運転っていう概念がないんですか？血中アルコール濃度っていうのに基準があって、はい、これ以上行ったらダメ。日本だと多分ゼロだと思う。もう一滴でも飲んでてね、はい、それで酒気帯びみたいな、はい、法律で。意外すぎる。そうなんです、うん、考えられないですもんね、日本からしたら、はい、法律的に OK なんですよ。
驚きの文化の違いとか結構あったりして、なるほどなるほど。でそれで、まあ、飲みすぎて喧嘩しちゃったメンバー同士で、そうですね。でボーカルがめちゃめちゃ怒って、はい、3人組やったんですけど、その2人のパスポートを持って失踪しちゃったんですよ。おで出国が次の日でっていうので、どうしようってなったら顔ボコボコにして帰ってきて、血だらけ で、はい、で警察と一緒に来て、はい、一悶着あり、はいはい、でまあ無事に出国はしたんですけど、はい、もうそいつと連絡取れなくなって、その後単純に問題じゃん、ね、単純に問題じゃんってありますね。あとはちょうどこの間レッドシティレディオっていう、はい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 、あのグローリーっていうかアントニオ来てもらったんですね、はい、ツアーが終わって、で次の日にハワイに出国だったんです。ハワイでツアーがあって、ああ、なるほど、連チャンで、はい、でそれの出国が大阪からだったんですよ、はい、なんで東京から大阪までもう一回移動しなくちゃいけなかったんですけど、はいはいはい、前日に飲みすぎちゃって、はい、ドラムの人が急性アルコール中毒みたいになっちゃって高速道路でもう動けなくなっちゃって救急車呼んで、で奈良で入院して僕はフライトをチェンジするためにこう動いたりで、別のクルーがその彼を病院まで送ってケアしたりっていうのがあったりとか、まあ、予期せぬことばかりが、お酒のトラブルが多い。お酒のトラブルは多いですねなるほどね、まあ、そこもやっぱ文化の違いなんでね、まあ、そうですね、まあ、なんとも、ね、言えないですけど、もう絶対ライブだけじゃ聞けない話ですね。そうですね、ツアーの裏側というか、はい、ステージにいない彼らの姿ってのもなんか僕らとしてはすごい印象的。なるほどなるほど。じゃあちょっと話題変えます。はい、アーメナルツアーズっていうか、まあ脇田さんは、はい、海外に行ってそのライブハウス行ったりとかもするんですか？そうですね、それこそ日本のバンドを連れて海外に行ったりっていうのも逆パターン。はい、今までやったらどこ行ったことあるんですか？今までだとインドネシアだったりとか、うん、いきなりインドネシア韓国だったりとか、はいはいはい、まあアジア中心というか台湾とか、はい、で僕らの、まあ、何人かクルーがいるんですけど、その人はウォーターウィードと一緒にヨーロッパツアーもあったりとか、はいはい、オーストラリアに日本のバンドメキシカンエッジってバンドを連れて、はいはい、オーストラリアツアーしたりとか、うんうん、いろいろあちこち日本のバンドを連れて海外に行くってこともありますね、うん、じゃあ脇田さんはアジアが多いってことですか？そうですね、僕はアジア多いです、ね、欧米、その英語圏とかあんまり。そうですね、なるほどなるほど。じゃあそのアジア圏 の、まあそのライブハウスだったり、まあ、バンドとか、はい、例えば CD とかそのライブのお客さんとか、はい、まあ、そういうなんか音楽を取り巻く環境で の、はい、その日本と海外の違いとかっていうのを、はい、なんかここが違うよみたいなのを教えてもらっていいですか？そうですね、一番海外のバンドが日本に来て驚くのが、まあ、レコードショップの数、東京のレコードショップの数にはすごい驚いてて。多いってことですか？多い。ああ、なるほどなるほど。でもどんどん海外はレコードショップなってて、はいはいはい、でみんな CD も買わなくなっててっていうところで、はいはいはい、バンドはあんま CD 作らなくなってきてるんですよ。でただ日本は物を買ってそれを大切にするっていう文化があって、それがまだ音楽シーンに息づいてるところに、うん、海外バンドはすごく感動するんですよね、うん、日本はまだまだ CD を作ってビジネスするっていうところで、レコードショップっていうのが音楽情報を発信する基地になってるんだなっていうのはやっぱり感じます、ね、CD も海外のバンドは作ることもあんまりしてない、してないみたいですね、うんうん、ってことはサブスクとかっていうのでリリース。そうですね、やっぱりバンドの評価っていうのは Spotify でどれだけ再生されたとか、はいはいはい、YouTube で動画どれだけ見てるとかで、そこで、まあ、バンドのギャラとかっていうところも交渉する材料になってきて、うん、なるほど。音楽スタジオとかもあっちはほぼなくて、はいはいはい、でもなんかこう地下のベースみたいなところを借りて、うん、自分たちの機材を全部セッティングして、はいはいはい、1ヶ月借りてそこで徹底的に練習する。ああ、なんか時間貸しで貸してくれるようなところはあんまりない。そうですね、うん、1回そのバンドがリハーサルしたいって言って、はい、ツアーの前にリハーサルすることがあったんですけど、ノアっていうスタジオに行ってもうみんなめちゃめちゃ感動してて何でもあるじゃん、ね、うん、ギターも借りれるし、うん、ドラムもあるし、はいはい、みんなこんなところで練習してるのっていう驚きがあったりとか、うん、日本は音楽するにはかなり恵まれた環境なんだなとは思いますね。なるほどなるほど。お客さんとか、はい、そのリスナー側のそういう文化の違いとかっていうのは何かあります？パンクバンドでいうと、はい、それこそ僕らがよく呼んでるヨーロッパのバンドっていうのはバーみたいなところで演奏することが多いんですよ、うんうん、ライブバーみたいなのでバーの一角にステージがあって、はいはいはい、でお客さんの感覚としてはお酒を飲むために、飲んで楽しむためにバンドがある、はいはい、はい、ライブを見に来るお客さんっていう感じじゃなくて、お酒を飲んでるお客さんを楽しませるための音楽っていう感覚であるバンドもいたりして、なるほどなるほど。でそういうところでバンドはすごい苦しんだり楽しんだりする部分がある、うん、なんで聞いてくれへんねんみたいなところから、はい、日本はやっぱ純粋にライブハウスに音楽を見に来る人が多いと思うんですけど、そうですね、うん、
そういう文化すらあまり根付いてないというか、小さいパンクシーンの話ではあるんですけど、ただみんなそこでドラムもスピーカーもないようなとこで自分の機材バーン持ち込んでライブやって上手くなっていくと、いや本当叩き上げっぽい感じで上手いなと思うバンドマンが多いのは、まあそういうのが一つ理由かなというか、日本のお客さんはやっぱり音楽かなりしっかり聴いてるというか、いい環境でバンドを聴いて、そのいいと思ったバンドを評価する、はいはい、あとはまあライブを楽しんでドラーって盛り上がって、そのまあグループというかコミュニティを作って楽しむっていう感覚があるんですけど、やっぱり海外の人たちはお酒を飲んで楽しむってことが一番かなという感覚があります。なるほどなるほど。悪く言ってしまえばもうその場のノリだけでうわーっとなって終わるみたいな。そうです、ね、そこで例えばまあ日本だったらね、良かったから CD 買うとか、はい、次いつライブするのみたいな情報をこうゲットして Twitter フォローしてとか、そこまでがあんまないみたいな感じですか。そうですね。あーなるほどね。物販が売れないみたいなんですよ、あっちは。ツアー中に物販が全然売れないとか、はいはいはい、それこそそんなお客さん相手に売れないじゃないですか、うん、CD とか。でも日本はそのバンドを見に来るお客さんがいるんで、うん、そのアイテムを買ったりとか、そうですね、っていうところで物販の売れる量とかについては結構驚きがありますね。そうなんですか、はい、なんかちょっと逆ぐらいに思ってました。その物販に関しては CD に関してはなんとなく聞いてたんですけど、はい、日本のお客さんって CD とかライブのにお金かかるから、はい、まあ本当よっぽど好きじゃないとグッズとか買わないのかなっていう印象だって。逆に外国だったら、お、よかったから T シャツ買うよみたいな、そういう感じなのかなと思ったんですけど、あんまり日本の方が売れるとは聞きますね。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、じゃあそんな、まあ、結構その文化の違いとか、はい、まあ、向こうのことも知ってたり、逆に日本に来て海外バンドのその反応とかもいろいろ知ってると思うんですけど、なんか脇田さんがどこに対してもいいんですよ。例えばライブハウスでもいいですし、はい、お客さんに対してもいいですし、例えばバンドマンでもいいんですけど、はい、日本はもっとこうしたらいいのになみたいな思うことってあります？日本人としていかに自分たちが特殊な国に住んでるかっていうのをもうちょっと分かれば、海外の人と交流するときにどういう風に接したらいいかっていうのはなんとなく分かってくる。あ、なるほどなるほど。日本人として、あ、こういう文化の人たちなんだ、じゃあこういう風にあっちに合わせて接してあげようっていう、まあ、多様性があると、日本人対外国人の、まあ、いろんなギャップだったりとか、うん、っていうところは埋められるはずだと思うんですよね。なるほど。日本にいたら、はい、日本のことが全部普通だし、うん、なんか当たり前だと感じるんですけど、やっぱ広く見るとね、もう日本なんてもう狭い国で、でかつ日本語なんて喋ってる人口ではめちゃめちゃ少ないのに、それ以外が悪みたいな、はい、そういう感覚があるのは、全員とは言わないですよ、はい、そういう感覚がある日本人は、まあ、日本人の良くない部分だなっていうのは思いますね。その日本人としてプライドというか、日本人として良かったなっていう気持ちを持ってていいと思ってて、うん、ある海外バンドは全く別の惑星みたいに感じるよっていう話をしてくれたんですよ。なるほどなるほど。それだけ本当に全く違う文化であるので、まあ、僕たちはその文化の中で生きてる人として、はいはい、まあ、海外の人たちともっとより良くというか、うん、コミュニケーションを取るために海外の文化にも興味を持って、うんうん、そこに入り込んでいこうとするような柔軟さ、そういうのを一つ持ってるとより楽しいかなというか、うんうん、海外バンド見に行ったりとか共演するっていう時に、まあ、そういう気持ちで接してあげれば面白いかなというか、うんうん、やっぱりそういう音楽体験は特別なものだと思いますし、うん、自分たちが普通じゃなくて、そういう多様性をもっと受け入れる体制をもっと持った方がいいっていう、はい、分かりました。はい、はい、まあいろいろちょっとその文化の違いとか僕が知らなかったような話を聞けたんで、はい、面白かったです。よかったです、ありがとうございます。またぜひ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 聞かせてください。ありがとうございます。はい、ということで、まあ RNR ツアーズが結構ね、その海外バンドを招聘していろんなツアーとかもしてて、まあホームページもね、はい、ありますんで、ぜひチェックして気になった方は見てみてください。こういう感じで、まあ音楽の裏方とかバンドマンとかのインタビューも今後撮っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。